はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。お久しぶりでございます。約2ヶ月ぶりの今日は COD の動画を撮ろうと思います。知ってる方も多いと思うんですが、僕は約2ヶ月間目の病気のため、ゲームをねお休みしてました。で、現状はかなり良、くなりました。2ヶ月前は本当モニターも一切見れないような状態だったんですけど、まあかなり回復して、まあなんとかゲームはできる状態になりました。まあ僕の病気は完治するものではないので、まあこれからはまあ無理をせず、まあ休み休みできる範囲でゲームはね動画投稿していこうと思います。まだねちょっと目赤いと思うんですけど、まあ僕はこう充血は完全に取れることはないと思うので、あと今ちょっとね花粉症ひどすぎて鼻とまあ目がちょっと痒くて赤くなってるんですけど、まあ全然僕自身は大丈夫なので、ご安心ください。そして嬉しいお知らせがもう一つあって、ラッシュゲーミングが世界大会の CWL フォートワースに出場します。これはですね、先週行われたジャパンクオリファイア GB の大会ですね、それに優勝したので CWL に行けると、優勝得点で行けるという感じです。で、僕の代わりにベブラ君っていうね、本当新しい18歳の本当に新しい子が、若い子が入ったんですけど、すごい伸びしろのある選手で、まあもう現状もちろん強いんですけど、どんどんこれからね伸びていくんじゃないかなって思う選手になってます。僕は2ヶ月間休止中の間は、まあ僕はこうチームの練習をちょこっとエンチラ見とかしてたんですけど、すごく強くなってるので、まあ東海とは比べ物にならないぐらいのチームになってると思います。で、今月はね、だからラッシュゲームかなり忙しくて、もう来週かなには、CWL フォートワースにテキサスなんですけど、アメリカに行って、で帰ってきたら今度は日本代表戦があるので、すごく忙しいんですけど、ラッシュゲーミングぜひ今後もね注目お願いします。はい、というわけで今日はこれアウトライダーかな、新スペシャリストを使って、まあ普通に今日はハードポイントやるんですけど、なんか僕がやってない約まあ2ヶ月間の間にいろいろ BO4 変わってて、なんか武器調整もあり、特にマドックスがなんか強化入って弱体化されて、さらにまた強化入ってて、僕がいた頃よりもブレの感じがまあ少し違うかな、ブレが増えてるかな。でもなんか僕の個人的意見ですけどさ、あのマドックスってなんでこう強すぎたかっていうと、近距離でもね SMG に勝てちゃうっていう、だから SMG プレイヤーからするとマドックスってすごくまあ天敵だったんですけど、なぜかこうブレが増えただけで結局近距離強いままっていうだから僕だったらそうだな、近距離を弱くするアップデートをするんだけど、開発者はどういう考えなんでしょうかね。これはよしよしよし。で、このアウトライダーのサブは何だったかな、なんかドローンが出せるんだよね。で、確かドローンは自分で操作しないといけないんだっけな、確か。おお、危ない。おっと、これはね、なんかグレネード飛んできてるんで、一回外周取りましょうか。もう一人ぐらい？で、赤点出したから突っ込んでくるかな？待って、後ろいる。いやー、いい反応するね、僕。久しぶりとは思えない。意外と、なんか、すごい久々に COD やってもね、なんか思ったよりは下手くそになってないかも。まあ下手くそにはなってるっちゃなってるんだけど、想像よりはひどくないよ。OK、いい感じ。で、UAV 出せたんで。弾がないな。弾がない。なんかその辺落ちてないかな。スナイパーヘリ出していこう。まずい。あれは味方がもう全滅してるから、一回下がりましょう。どっかに、あ、今味方が倒してくれた。ところに落ちてるはず。落ちてるはず。オッケー、いいね。KN ちゃんか悪くない。で、外周来てるね。そいつ、やってくれたかな？な、やってくれたね。ナイス。あ、やべ、エリア誰も入ってねえや。これはまずい。これはまずいぞ。その前にちょっといいものあったんで、拾っておきましょう。さあ、敵は左サイドから来てるかな？危ねえ。で、誰も外周見てないから、外周は僕が押さえておきましょうか。わー、マジで、あと1キルで。ストライクチームが出せたのに。ちょっとこのドローン出してみようか。上昇？え？あ、オッケーオッケーオッケー。ここで、あ、空中に留めておけるんだね。なるほど。それで、敵、ああいう風に敵がマークされるというやつですな。
で後ろで湧いてるからちょっともうスペシャリスト使っちゃおうか。おあれ、このなんか動画見てたらなんだろう、あのいやいや食らっただけでも死んでたと思うんだけど、爆発しないと倒せなかったね今見た感じ。バッチコーイ、先打ちしとこっか、当たんなかったな。これ強いね、なんかやばいやばい、おお、あれだ、なんだっけ、アナイアレーターとウォーマシンが合体したみたいな感じだねこれ。でスナイパーヘリいいぞ、いいかなりいい。危ない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 、よーしよしよしよし、次こそは呼びたいね、ストライクチーム。ちょっともう詰めちゃおっか。で、ここいるから、倒して、ストライクチームゲットして、オッケー、いい感じ、いい感じ。31の4。なかなか好調、高ペースだね。で、最近、エイペックスレジェンズだっけ？今人気のバトロワあるじゃないですか。僕もちょっと配信したんですけど、まあ、僕もね、結構やり込んでる、っちゃやり込んでる。まあかなりいいゲームだと思います。なんだけどやっぱバトロワゲームって、なんか COD プレイヤーからするとこう、やっぱ接敵が少ないから、なんか物足りないですよね。こう、COD みたいにガン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 打ち合う時間が欲しいみたいな。なんか逆にこう、打ち合ってる方がね、こう休憩になるというか、安らぐ。なんか変な意見だけど。敵とこうバトラーで接敵するしない時間が長すぎるとどうしてももう退屈で疲れちゃうんですよね。だからなんか COD ってシンプルっちゃシンプルなゲームだけど、なんか他にないよね、 COD みたいにこうガンガン打ち合える、気軽に打ち合えるゲームって、特に PS4 では。まあそんなことを話しつつ、よし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 いいぞ、外周5個、ここ外周強いから、外周が命、外周入るでしょ、で敵が突っ込んでくるでしょ、倒すでしょ、指出すでしょ、で敵ここ来るから構えておいて決め打ちするでしょ。でそろそろねこういう時敵のグレネードが来るからちょっと注意だね。危ね、今のこれ2人以上来るな、ちょっと一旦リロードしてこれ下がった方がいい。角にいると思ったか、残念。動き良くない僕自分で言うのはなんだけど、なかなかいい動きするね。まだまだやれるぞ。よし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 。で、マイプまだ来ると思うから、構えとこう。やったやった。よし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 。今、あそこいたね、センターの部屋。あれは倒せないから、ちょっと引いて。さすがにもう次ポに行ったかな。いないね。ここはいないってことなので、敵はセンターか、最悪？裏で湧いてるかな？あ、湧いてる湧いてる。まあ、スナイパーヘリ出せてるからね。サーブの横移動すごい強化されてるらしいから、ガンガン使おう。で、ストライクチーム出す。で、ここで、ポン！いや、これマジで強い。ああ、何してんの僕。はあ、やっぱそういうところはちょっと下手くそになってんのかな。いる、いるはず。いないな。いや、いるな。どっちだ？いや、あそこちょっと先に入られと。これドローンってさ、ドローンど、こう狭い道通れるかな？ドローンで攻撃はできないからね。で、こういうとこにこう、待機させておいて。で、ドローンで赤点が映るという。ちょ、リロードした方がいいな、これ。敵のウォーマシン来た。まず一旦引こう、これは。フラジャケつけてないからな。よし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 。ナイス！ナイス！いいぞ。で、一回プッシュしよう。多分敵まだ奥脇してるからね。で、そこから、もう一枚来る。で、分かってる、UAV。で、敵がリスポーン反転してるんで、倒すでしょ？
来るよ。来ないってことは左。ここもう一人。弾がない。一旦逃げ逃げ逃げる。いやー逃げられなかった。さあ、8888。ダメージ8888。よし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 。出てくるかな。出てきたね。ナイス。おお。いやー、いいね。いいね。わあ。ふう。いやー、やっぱ爽快だな、このゲームは。よし、まあいいんじゃないですか、久々にしては。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日からね、まあできる範囲で、まあ毎日ガンガンってのさすがに難しいと思うんで、まあ僕の目の調子をこう見つつ、できる範囲でね動画投稿はしていこうと思うんで、よろしくお願いします。あ、それとね、ラッシュゲーミングの新アパレルのロンティが今予約販売中なので、ぜひチェックしてみてください。というわけでお疲れ様です。Gone, took you to